年なう浅川でですすくだらないもの工房の匠です、えー、今回はね氷河期世代の40代184万世帯が一生持ち家なしの衝撃ということでね、うん、これはまあ匠君もねその家を買う多分予定今のところないと思うんだけどないですね今のところそのずっと賃貸でっていうふうに考えてるの今のところうんとね半分はそう思ってるんですけど、うん うちの実 実家が結構建て直して、まだ10年も経ってないので、いずれは実家に行くのもありかな、みたいな。その辺はねあの、やっぱり実家に戻るっていう、ね、選択肢の人もすげえ多いんかなと思うんだけれど、うん、これね、買わないのではなくて、買えないと諦めたっていうことで、バブル世代と比べて、氷河期世代では一生家なし以降の40代が約2.5倍いることになるっていうことで、あのまあ、住宅の価格も今、すげえ、どんどん,どん,どん どんどん上がってきてるから、東京とかも本当にずっとうなぎ登りっていうこともあるし、うん、都内で家買おうなんて、夢にも思ってない。<laughs> <laughs> 普通のサラリーマンにはまず無理だからね。うん、家を持たなくていいという価値観の変化もあるでしょうが、まあ、経済的な理由からも持ちたくても持てなかった層の方が多いのではないかと見ているということで、うんとこのね、住宅取得が増える30代から40代前半でも所得が伸び悩んだ一方で、住宅価格が高騰し、諦めた人が多かったのでは、うんえー、環境が悪かったんですということで、家を買いたい って思ってた30代、40代の人たちの所得が伸び悩んでると。 これはまあ感じるよね、単純にその氷河期世代がすごく今、ね、給料が伸び悩んでるっていうのは、このスポーンと抜けてるっていうね、50代とか60代はすごくよくて、今の、ね、若い人たちもすごくよくて、40代ぐらいがなぜかこう給料が伸び悩んでるっていう、<laughs> こ,い <laughs> これは本当に、ね、なぜなんだろうっていうふうには、ね、思いますけれど。うん うん、その増えない給料と上がり続けるマンションっていうことで、 マンションに限ってだからもうバブルなんだよね。もうどん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 もう値上がりしてるっていうことで。なんかね、それでほら、新しいのバンバン建ててるじゃないですか。ねそうなんだよね。今でもね。ねで、結局、日本人がそれ買えなくて、ほとんど中国人が買い取っちゃってるみたいな。だからもうね、投資として買ってて住んでないっていう実態もめちゃくちゃ多いんだと思うんだよね。そのまあ。何のためのマンションやねん。<laughs> でまあ、高くなったら売り抜けて転がしていくっていうことだよね。うんうん なんかね、その辺もどうなんよんと思ってしまうわけですよ。うーん でこれね、例えばバブル世代のマンション年収倍率は、30代前半は7.7、えー、30代後半は6.2っていうことで、このえ年収に対してのマンションのまあ価格っていうことなのかな、でこの数字が大きければ大きいほど、その年収に対してのマンションが高い割高だっていうことになるんだけれど、これがね、やっぱ氷河期世代だと9.3とか1 0点 にとかえー、だから、えー、昔は年収の67倍でマンションを購入できていたバブル世代に比べ今の氷河期世代っていうのは10倍ぐらいのだからえ価格になってるってことなんだね。はあ<ー>よく言われてるその物価高に対して年収が追いついてないっていうのはこの住宅に関しても言えてるっていうことだね。はいはいはい、どんどん高くなってる割にうちらはその。 そこに追いいつけないわけなわですもんねずっと給料がだから追いついていってない現状っていうのはこれは本当にみんな今感じてると思うけどそのね物価はねやっぱりどうしてもあの上がってきてるけれど、うん、結局だから使える所得が減ってきてるっていうねやっぱみんな感じてるとは思うんだよね、うん、仮にこれ物価がその低くなっちゃってもそれはそれでまずいんですもんね物価が低くなっ って、給料据え置きっていうふうにはなんないかもしんないからね。その、物価が下がったら給料下がるっていう、こう、負の時だけ、<laughs> あの、比例していくみたいな。<laughs> これはまずいもんな。だから、物価がそのまんま、まあ上がってもいいけど、給料が上がれが。うん 大事ななんでしょうなだからこの何十年間っていうのはその給料は変わらないけど物価が安かったからいわゆるデフレっていうことでその、まあ、経済成長がしなかったっていうまあはあ難しいな。だから今この物価が,上がっ きて懐が厳しいっていうのはある意味必要な痛みの伴う改革なんかもしんないけれどうん、うん、いつになったらじゃあこの給料上がるんだろうっていうふうにまあみんなは思ってるわな今の段階だとこの辺がねまあその順番っていうのかななんていうか難しいところではあるよね。もうちょっと 給料の方がよくなって、う綺麗に回ってくれるといいんですけどね、お金さえ入れば、お金使うんですからまあ10年前に安倍さんがそのアベノミクスっていうことで、トリクルダウンっていうんで、上がね、うん、儲かれば下に降りてくるっていう構図があったけれど、やっぱそれがうまく機能してないんだな、実際にはな、上の方だけがこうどん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 太ってくるっていう状態っていうか、うん、だかずっとその老人が金貯めた話みたいな、<laughs> そうだね、お年寄りとか、企業とかが儲かって、うん。 で、まあ、うん、まあ、ひょっとしたらね、その一部上場企業のサラリーマンなんか今すげえもうね、給料いいんかもしんないけど、その連載とかまでにはまだこうね、なかなか降りてこないっていう現状はあるかもしんない。うん、まあ、そんな中でね、住宅だけは上がってくってなったら、そりゃ、ね、我々下の門にとってはかなり厳しい現状ではあるわな。うん,うん、うん。で、えー、高齢者でも賃貸を断られない社会へっていうことで、 まあ当然やっぱりこの家が買えないこのね、氷河期世代がこの184万世帯も出てくるってなってくると、後々まあこのね、賃貸よってなった時に、まあ高齢者だから断られるっていうのが今までのずっとこのまあ流れだったんだけれど、これをね、なんていうか高齢者でも借りられるような感じにしねえと、 この老後が難しいよっていうことだね。そうですね。だから我々のその老後というか、こっから20年、30年後っていうのは、本当になんかね、明るいものが見えないですね。えー、賃貸時の保証人引き受けや、えー、家賃、債務保証支援など、高齢者が安心して住宅の賃貸購入ができる環境づくりが必要ですと。えー、空き家を活用した低価格の住宅供給も有効でしょうっていうことで、 これさあ、ほら、たくみくん今回、茨城の方に引っ越ししてきて、やっぱりその保証人制度とか使ったの保証人制度は使ってないっすね。あえっ、ー、と、親でってことか、うん、今回。親でなんとかなってますね、今回は。これがだから、あれをやっぱ、親が亡くなってきた時のね、うんうん、どううしよよなんだよねそうなんですよね。だから、まあ、こっから、まあ、どう頑張ったって、20年後には親いないと思うので。うんうんうん でそうなった時に。 どうななののかなあってのはあります、ね、まあ、だから UR やらなんやら公営住宅っていうのも視野に入れなきゃいけなくなってくるってもあるんかもしんないし、うんうん、貸してる側もその、ね、安易に緩くできないっていうのもね、やっぱお年寄りを入れてこ孤独死とかされると不動産価値が下がるからっていう、うんうん、まあ、深刻なケースもあるらしいから、ね、その、まあ、そのパターンもあるのか。孤独死されるぐらいだったら空き家にしといた方がまだいいっていう理屈なんだよね。<laughs> まあね。 かつ下がっちゃいますからね <laughs> そ,うでそれを言われちゃったらまあそうだけどなっていう、うん、商売としての賃貸とこの住まいとしてのインフラとしての非常にこの切迫した問題としての住居 っていうのはこうやっぱり民間だけじゃ無理かなっていう気はするんだよねちょっとそこは国の支援がないと多分難しいんじゃないかなっていう難しいねその一オーナーとか一大家さんにその人道的な支援をしてくれって言えねえじゃん <laughs> そこはね <laughs> また仕事と別ですからねそうなのよだからその辺はなんか制度としてうまくやってくれりゃ本当はいいんかもしんないけれどうん まあ、現状ではそうだな。UR とかそういう公営住宅になってしまうか。なんかな、そのインフラだとか、その人道支援っていうところまでは、一般のその、大家さんには無理だよな。まあ、俺もそうだけど、その、このまま実家に住むってなった時に、うんうん、家はとりあえずあるけれど、やっぱね、老朽化、 うちなんかも地区50年以上で、うんうん、ま、ほら、ね、前回ちょっとあの、震災の話の時に言ったけれど、うんうん、これもね、ちょっとコメント来てたんで、あのー、付けたいしたいんですけれど、はいはい、あの、住宅の耐震の基準ができたのか81年っていう話したじゃない。ただ今回のね、ニュースでね、81年以降の家もだいぶ崩れてるらしいんだよね。そうなんだ、うん。あの、それコメントも来てたんだけど、確かにそのニュース見た、あの、調べてみたら、81年以降のやつも、結局、 ああいうのって蓄積されるんだって、なあの何回か,あそかそうか、ダメージがずっと残っちゃうんだそうそう、多分ねその耐震基準っていうのも、1回の地震でそれ設計するじゃない、結局、その何十年かには当たって、えー、大きな地震2回とか3回とか受けてたりすると、やっぱ目に見えないなんかこう、あれが入ってんだと思うんだよねなるほどね。 で、それが、今回みたいな、真の7みたいな大きなのが来た時に一気に崩壊するっていう。はあはあははあ、で、結局だから定期的にね、その、耐震とか、そういうのは本当はお金かけてやんなきゃいけないんだとは思うんだけど。そう、正直そこまで金かける余裕はないですよね。結局その、いつ来るかわかんないものにお金かけるのって本当難しいんだよね。うん。それが無駄になっちゃうかもって思っちゃうじゃん、一瞬でもやっぱりこう。うん 自分が生きてる間には大きな自信来ないかもしんないしなとか思っちゃったりするからねって思った状態で我々生きてる間にもう3回ぐらいでかいの来てますからね <laughs> そうなんだよねってことはだよ、うん、俺ら残りの人生あと20年 <laughs> 30年って考えたら絶対1回はもう一発ぐらいは少なくときますよそのね本当に致命傷なやつが来たらねもう、うん、今す俺の家とか拓海く,くんが住んでるそのね一軒家とかも <laughs> とかやべえかもしんないからね それもあるからな、その家をちょっと買いたくねえのもちょっとあるんだよな。買ったところでなーっていうのもね。買って、なんか引っ越して一週間とかで震災とかっていうのがあの、3 1日の時に結構ニュースになってましたね。ああ、そういう人がいたんだ。うん。そうだよな。中にはそういう人もいるよな。家建ててすぐとかね。うん。 それを考え出すと本当に何にも買えないんだけれど。まあそうなんですよね。それか、本当にもう、めちゃくちゃがっしりしたやつをね、買うとかまあ、シェルターみたいなやつにしちゃうか、どっちかですよね。うーん。 まあ多分ね、今回も多くはそのね、木造住宅が壊れてると思うんで、うん、本当はマンションとか、鉄筋コンクリートの方がいいのかなっていうね、その集合住宅とかそっちの方がいいのかなっていう気もしなくもないけれど。ないけど、ただほら、今回のやつもビル一個倒れてたなそうなんだ横に倒れてたもんね。ねあれはちょっと、 ちょっと衝撃的な写真だったね,ねあんな倒れ方するんだ、ビルってっていう、しかもそんなに高いね、あの細長いビルっていうわけでもない感じなんだけど、コロンって言ってましたからね。下が、支えがっていうことなのかな、それで倒れちゃったってことなのか。まあ、杭の打ち込みが足らんかったのかどうなのか、この下の基礎ごとべりって剥がれたのかわかんないですけど。ちょっとね 怖いわまだ一軒家どうこうだったらさそのチェックの仕様があると思うんだけど、うん、ビールってなるともう自分が入る時にそのねどこに不具合があってどうこうなんて分かりやしないからね <laughs> うん,、うん、なんかさそれで思い出したけどほら昔姉派なんとかってあったじゃない姉派住宅基準に満たしてないっていうのがあれだったんだよねうん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 ,うん,なんかそう自信来なけりゃ普通に住めたんだろうけどやっぱこういうああいうの見ちゃうとねやっぱりその、うん そう、真の6、7来たとき、やっぱやばいんだなっていうね。うん、ちょっと思っちゃうよね。あんなのをね、ごまかされたら住んでる人気がつかないからね。わかんないですもんね。うん。あとは、やっぱり地震が少ないとこに住むか、場所を変えるかだな。その、屈強な家に住むのか、うん、地震がなるべく来ないとこに住むのか。うん。でも日本に住んでる限り。日本は無理でしょう <laughs> ちょっとね。うん。 ここは絶対安全ですっていうところが日本ないっすからね。ないね。今のところなさそうだね。俺がこう、生きてる間で北海道から沖縄まで一通りでかい地震あってる気がしますよね。沖縄あったかわかんないですけど。だから、氷河期世代のその持ち家なしが増えてるってのはひょっとしたらそれもちょっと影響あるかもね。その大きな震災を見てきてるから、ちょっと、いいかなー っていうねあああのの賃貸でいいいいかかななっていうのははるるももししれんねれれな高くて買えないとかその震災が怖いとかいろんな要素がまあ複合的にあって、うん、このまあ持ち家なしでもいいのかなっていうのは出てきてるんかもしんないねうんそうだな今のところまあ実家で小同時やってるんでねあのすごく <laughs>、あのー、その辺は楽をさせてはもらってはいるけれど。 うんうん、ただ、それでもね、やっぱりもう築50年以上だからその、ね、リフォームとか、まあ、ちょこちょこお金はかかってるからさ。うんうん そううだなもうそれ以上古いってなってくると買い替えた方がひょっとしたら安いとかっていう可能性も出てくるからまあそうですねもう建て直した方がいいとか中古を他で探した方がいいとかっていうのは選択肢としては出てくるかなうん、うん、まあそうですねいちいち全部建て直すとか、まあ、補強を入れるってのにもそれなりにお金かかるでしょうからねたださやっぱり独身の独身の独り身だからさわざわざ家を建てるほどはなってやっぱなっちゃうんだよねうーん 身体でいいなと思ってんだけど単純にやっぱりその保証人とかその親が高齢だとかいろいろ自分の年齢とかそのまあペットがいるっていうのを考えるとやっぱちょっとやっぱ難しいんだよね今の俺の状態だとうんうんうん、うん、ってなるとまあ実家がいいのかうーんまあまあ,あの、ね、先代が残してくれたっていう言い,あの言い方もあれですけど。<laughs> まあせっかく残してくれたんであれば、それを使っちゃうってうのが一番いいっちゃいいですからね。俺自身が車乗れるうちはいいんだけどね、多分これ、車乗れなくなったら、ほんと生活できなくなるから、うん、その時にひょっとしたら、駅前とか、もうちょっと、うんあの、都内の方とかに引いっ越すところに、ね、可能性あるかもしれない。まあ たら今のところだともう生活できないよね。できない。ああ、自転車ではゃなんとかだろうけど、<laughs> 車乗れないんじゃ自転車も乗れないじゃんからね。うん、そう。多分車乗れないような状態って、自転車も乗れないような状態になってると思うから、たくみくんちは実家だったらまあ、うん、車なくても生活できるぐらいうん、まあ一応ね、近所にスーパーとかあるし、うん、病院とかもあるから。 ででもまあ大変でしょうね <laughs> 楽ではないよ、ねうん,うん切実なのがやっぱりスーパーと病院が近くにないと生活できないっていうことだよね。それはあると思いますあーで多分バスもどんどんなくなってくるだろうからね,この先ね、うん、うちのね実家の前は結構でかい道路なんで。 あの、そこのバスがなくなることはないとは思うんですけど。でもね、本数が減ってったりっていうのは全然あり得るからね、うん、この先ね。うちのほら、前住んでたところは、うん、家の前のバス停なくなりましたからね。そういうこともあるんだ。ここバス停あれば全然楽じゃんと思って引っ越したら、こ<う>のコロナのやつで本数減らされて、バス停ごとなくなっちゃいましたね。あそういうこともあるんだなうん。だまあ、これからね、人口減少ってなってくると、そういうこともね、バス減らすとか、うちの方こうとかでもやっぱり、うん、 やっぱりあのもうバス自体を廃止しようっていう流れが結構できつつあるから、うん、そうなってくると、ますますね、この田舎のインフラとか、まあ、この家の話もそうだけど、うん、ますます住みにくくなってくるのかなっていうのは、ちょっと受け入れないと、難しいもう仕方ないのかなっていう風になってくるかな。うんね、だから自分のの周りり環境をやっぱり ちょっとでもいい状況にしておかないと、もしくはお金がっつり貯めとかないと、そうだねまあ大変ですね。将来的に引っ越しを考えるのか、あとはまあそういうね、なんとか自分でやっていけるようにこう考えてみるのかっていうのは、うん、これからね、うちらもう本当老後を迎えるにあたってね、本、あ、当、のーうん、考えていかなきゃ問題。<笑><笑>まあもうちょっと先だと思っていきたいですけどね。いや、でもあっという間に来るよ、あっという間に。<laughs> ね そこで、うちらが問題なのが、その、子供がいないっていうのはね。まあ、老人ホームとかな、ちょっと試合に入れてもいいんかもしんないけどね。えー、なんかね。早い人だったらもう60代ぐらいで入っちゃったりするからね。あれまあ、そこ入るにしてもね、お金必要ですから、ね。<laughs> まあまあ、結局お金次第っていう話にはなってくるけどね。うん <laughs> うーん。なんかそう、この間見た記事でさ、あの、田島洋子さんっていたじゃない。あはいはいはい。あの人8 0いくつなんだけど、その、もう自分のその、最後の住まいとしてその老人ホームをなんか決めたっていうんでさ、話してて。多分あの人も子供いないんだと思うんだよな。結婚してないのかな。なんかそういう、うん、自分の死に場所を決めて、ある程度こう気持ちがほっとしたみたいなこと書いてて、あなるほどなと思って。 どこで死ぬかって結構あれじゃない、あの俺らあの、独身とかからすると、孤独死とか嫌だからさ、うんうん、ちゃんとそういうな迷惑かけない死に方したいなってちょっと思うじゃない、うんうん、死ぬにしても、なんかそれでこう、うん、ちゃんとそういう施設の人とかがなんかこう見守りに来てくれたりとか、そこでできた仲間とかが心配してくれたりするような環境のところで死ぬのも悪くないなっていうふうに、まあ、田島陽子さん、なんかそういうふうな考えに至ったっていう話してたから。 元気とはいえ、80とか70になったら、それも考えなきゃなっていうのは、まあ、なんだろうね、生きていくことはできると思うけど、便利な生活にはなんないでしょうからね、1人だと。で、元気なうちにそれをやんなきゃだめなんだよね、その体が悪くなってからそれやるの難しいから、まだそれじゃ間に合わないからねまだちょっと自分は余裕はあるけれど、この先わかんないから、じゃあもう老人ホームのお世話になろうとか。うん、うん そういうのも選択肢としては出てくるのかなっていう気はしたかな、ああいうのを見てて、うん。だからやっぱり、まずは現状の体をね、大事にして、健康寿命をちょっとでも長くしとくのが大事ですね。まあまあ結局ね、その健康でいることが一番コスパがいいっていうのは、これは間違いないからね。うん,うん。っていうことでね、ちょっとね、この氷河期世代ね、一生持ち得なしが184万世帯いるっていう話からでしたけれど、うん 家を持たない老後っていうのもね視野に入れとかないと、ちょっとこれから難しいのかなっていうね。うん,うん、うん ま、あいろいろね、ちょっとこの法律の方とか、その国の方とかでね、この老後のこの入居の問題っていうのはね、解決できるようになってくれればいいなっていうのはね。ね、なんか、抜本的アイデアがポーンと出てくると嬉しいんですけどね。岸田さんお願いしますよ、そういうのね。<laughs> よろしく頼むよ。そういうのを出せば、氷河期世代からの票が入るわけだからね、今のうちに言ってくれりゃね。頑張っていただきたいですね。あまりにもね、政権って俺らより上の方を見すぎてるから。<laughs> <laughs> そうなんです段階世代を見すぎてるから。 うちらのこと見てないだろうっっていう感じはずっとするんで、ね、んとんだよね。氷河期世代とか段階中にはもうちょい見てくれりゃうちらもね、票入れるのにっていうのはありますけれど。ね、目を向けてくれと、岸田よと。岸だよと。<laughs> はい。ということでね、この氷河期世代、184万世帯がね、一生持ち家なしの衝撃というお話でございました。 くだらないもの工房の匠です。VR チャットっていう、今メタバースやらないやら言われてるやつですけど、えー、それの入り方がわからないっていう人のためにですね、えー、座学2時間の実習1時間たっぷり3時間の入門コースを作りましたので、えー、興味ある方はちょっとこちらまでご連絡ください。よろしければチャンネル登録お願いします。